さあ過去のモンスター編に長いので2個に分けました分けたよ。というわけで、過去のモンスター編の後半ですね、残りあとちょっとですね。てか今回で最後だわ、おまけ。うん、寂しいな。さあというわけで、過去のモンスターでこいつです、持ってきたやつ。チビリングデッドです。かわいいゾンビさんです。いいねいいね、これはまたねかわいいんだよさ、そのモンスターくれ、いやくれないか、どうだ、 いやどうです。さあチビリングデッドです、3匹。さあさあさあ何ができるんだろうか。ゾンビ料理、ゾンビ料理なんか腐ってそうだわ、なんか全体的にさてさて、チビリングデッドは一番いいのは中華、和食、洋食ですね。おうおう、中華か。さあ来る、あ来なかった。じゃあ和食から行きますか。なんかそのパターン多いな、和食から行くパターン多いな。さあどっち選ぶ。カブハチ。さあ小さいゾンビさんの普通の料理なんですか。料理人カブハチが作った特製味付けの海苔巻きが出来上がったようだな。味付け、味付け海苔海苔巻きか、巻いちゃったか。小さいからね、負けちゃうもんねじゃあボリス食べてくれ。ではボリスはもう存分特製味付けの海苔巻きを食したまえ。ボリスは特製味付けの海苔巻きを上品に食べた。パクパクお、これは食べたことがあるぞ、よくある味だが懐かしい。ボリス結構あれだね、食通だね食べた料理のおかげでボリスの MP が2回復した。 MP の最大値が2アップした。魔法力が2アップした。おお、いいねいいねいいね。ゾンビさんもなかなかいいのかな。いいね、普通でこれだもんね。これは期待できそうな感じがする。さて2匹目、チビリングネットってことは中華か洋食、どっち来るかな。さあ、あー中華来ないか。じゃあ先に一番良くないやつ見ていこう。どっち選ぶ。セイジ。さあこれで使ったボムエッグがもうね27個目ですね、すごいな。完成。よくないやつ。なんだ？う。よりに政治が作ったボソボソしたピラフが出来上がったようなボソボソしたもう完全失敗じゃんもうこれ。ボリスごめん、食べて。ではボリスよ、もう存分ボソボソしたピラフを食したまえ。ボリスはボソボソしたピラフを上品に食べた。パクパク。お、これは食べたことがあるぞ、まずいが懐かしい味だ天空城で誰か失敗したのか。食べた料理のせいでボリスの HP が5下がってしまった。 MP が5下がってしまった。 TP が5下がってしまった。あーまあ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 。さあそしてお詫びのアイテムくれるよね。はい、あれは失敗に入らないということで最後行こう。さあ最後のチビリングデッド、お尻来てちょうだい。あ来た来た来た、お待ちかねですよ。さあどっち選ぶ。ガスコフ。あーお尻が食べたいわ。ちょ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 、ラーメンラーメンラーメン、食べたいのはラーメン、ラーメンだよ。
番やつ何ですか。おお、料理人ガスコフが作った自慢の春巻きが出来上がったようだな。巻くのか、ひたすら巻くんだな。さてさて、ボリス食べて。じゃあボリスはもう存分自慢の春巻きを食したまえ。ボリスは自慢の春巻きを上品に食べた。パクパク。おー、これは食べたことがあるぞ。美味しい、懐かしい味だ、よかったね。なんか天空書っていろいろ出るんだね、料理。食べた料理のおかげでボリスの MP が20回復した。 MP の最大値が5アップした。攻撃力が3アップ、防御力が3アップ。おー、なかなかいいな、今回も素晴らしい上がりが。じゃあ楽しみ、こっちちょっと見よう。何気に可愛いもんね、ゾンビさん。そうかな。あ、いる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 、いいじゃん、ちっちゃ。なんかゾンビさん人型だからさ、なんかね、小さいなって思うわな、なんか。はー、これどうなんだろうか。ピエトロに比べて、あ、まあでもこんな感じか。結構でもちっちゃいね、結構小さいよ、これが。これはチビリングネットだわ。あー、なんかかわいそう、食べさせてあげたい。まあいいや、まあいいや。さあ次行きます。さて、過去のモンスター連れてきたやつ、今回はこいつで。なんかうろうろしてる。初めて持ってくるのかな、これ系統のモンスターは。なんかいつもちょっとバカにしてたかなって感じですかね。こいつです。はい、豚さんですね。リトルオーク。あ、これ豚でいいのかね、イノシシ、どっち。よくわかんないんだけど、連れてきました。まあ、料理でわかるか、もしかしたら料理でわかるかもしれない。よし、さ、そのモンスターくれ。いや、くれないか、どうだ。 いや、どうです。はい、というわけでリトルオーク3匹ですね。うん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 。でも過去のモンスターってそんなになんかあれだね、料理名に影響されない感じだよね。ちょっと珍しいの出てくるからね。鳥なら鳥料理とか、なんかそういう感じじゃないよね。まあいっか、ちょっとやってみよう。リトルオーク、リトルオークは和食、中華、洋食ですね。和食。あ、来た来た来た、おー、来た来た、久々に最初からいいやつが来たぞ。さあ、どっち選ぶ。和食カブハチ。さあ完成。オークの一番いい料理なんですか。すごい気になるんだよね、これね。なんだろう。あ、ねねね、料理人カブハチが作った特製味付けのかき氷が出来上がったようだな。氷。マジか、間違えてあれか、雪だるまかアイスマン出てきちゃったかな。特製味付けって何なんだろう、何がかかってるんだろうか。さあ、よくわかんないけど、ラウラ食べて一番いいやつだから。でもこれ、ではラウラよ、もう存分特製味付けのかき氷を食したまえ。ラウラは特製味付けのかき氷を手早く食べた。ハグ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 。これあたい好みの味だよ。食べた料理のおかげでラウラの HP が50回復した。 HP の最大値が8アップ、炎の力が6アップ。あー、まあ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 、なんか麻痺してきた。 HP 最大値8ってすごいよね。最大8アップってすごいよね。なんか10とか上がっちゃうからさ。まあまあ、でもいいかな、いい方かなって感じかな。さてさて、じゃあ次、
さあ次が中華、中華来てほしいが、来い、お来た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 、さあどっち選ぶ、お尻、食べに行こうかな、やっぱりちょっと中断して三冠戦、何ができるんだ、かき氷からの料理人ガスコフが作った見たことない冷やし中華が出来上がったようだな。結構冷やし系なのか、オークってリトルオークってそうなのか、見たことないってなんだやばいだろ、やばいな、ごめんラウラ、いやラウラよ、もう存分見たことない冷やし中華を食したまえ。ラウラは見たことない冷やし中華を手早く食べた。ハグ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 、うん、大したことないじゃん、あ、すごいすごいすごい、食べた料理のおかげでラウラの TP の最大値が10アップした、すごい、おお、もういいね、でも冷やし系なんだね、なんなんだこれ、全然そんな要素ないぞ、よくわかんない本当にめちゃくちゃだな過去のモンスターって。さあ最後の奥というわけで養殖政治来てください、お願い、来た、よし、どっち選ぶ、政治、犠牲になったボムエッグは28匹です。さあできた、なんだろう、あれ料理人セイジが作ったふにゃふにゃしたパスタが出来上がったようだなやばいな、なんか多く要素全くないけど面白いねラウラごめんもうごめんしか言えないわ、ではラウラよ、もう存分ふにゃふにゃしたパスタを食したまえ。ラウラはふにゃふにゃしたパスタを手早く食べた、ハグ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 、なんだこれは、粉の料理じゃないよ、そっかふにゃふにゃしすぎてたか、やっぱり食べた料理のせいでラウラの HP が5下がってしまった、素早さが1段でしたひどい、さあお詫びのアイテムくれるんですかね、あーくれるか、お詫びの印に君にこれ与えよう、気合いためいやいやいや、しょぼいわ、本当に本当にね、そうだよね、ごめんね、なんか来すぎだよね、グルメパレスね、そうだよね、いやーやばいやばい、さあ多くなんですが未知の領域です、これは私にとってすごく、さあ、あーあーって感じまあ体型がこっちのおじさんと似てるかなっていうのか、おじさんに注目しすぎだろ、モンスターに興味ないときおじさん見すぎだからなマジでなんだかな、しかもなんか小さいんだか大きいんだかまたわかんないんだよ、比較対象がいないからさ、小さいんだけど決めポーズしてるまあいいや、なんかね小さいリトルオークのはずなんだけど普通のオークにも見えるよね体型がおじさんに似ているまあいいや、はい次行きます、次ついにあいつですね、あいつゲットしに行きます、うん、さあ過去のモンスターはあと2匹になりましたね、さああれとあれなんですが最初にこっちにしました、天使のドローン
これも実況中に1回ミニ、ミニじゃないや、食べに行きました、食べに行きました、間違うな、持ってきましたね、本当にすごい上がる、能力が上がる料理を作ってくれるモンスターということで持ってきたんですが、今回ね、私本当初めてですね、3種類見れるので、何が出るのかっていう風な感じですかね。超楽しみです、これ。うん、いやー、いいね。さあ、そのモンスターくれ、いや、くれないか、どうだ、いいや、どうです。さあ、天使のドローン来ました、嬉しい。さてさて、天使のドローンはそう、養殖がいいんだけど、洋食、和食、中華かっていう順か、順番通り見たいけど、どうかな。あー、いいね、いいね、いいね。じゃあ一番いい洋食からいきましょう。さあ、どっち選ぶ。セイジ、これで全部で9匹のボンメイクを葬ってきたのか。さあ、完成。いやー、いいね、いいね。あー、すごい。あ、これじゃないね、見たやつ確か。これがでも一番いいのか。へえ、そうなんだね。すごい、これ料理人セイジが作った天使の涙が出来上がったようだな。芸術だね、なんかもうね、これこそグルメパレスだもん。ここまでこんだけやってきて、やっとグルメパレスの、なんだろう、すごい料理人っぽさが出てきた感じがするさあさあさあ、天使の涙、ゆきちゃん、いいね、順番がちょうどよかったね。食べて。ではゆきを思う存分天使の涙を食したまえ。ゆきは天使の涙を少しだけ食べた。パク。あら、これ美味しいですわ。どうやって作るのかしら。これはちょっとゆきちゃんには作れないんじゃないか。一体何なんだろう、天使の涙って。食べた料理のおかげでユキの HP が50回復した。 HP の最大値が10アップした。 MP が50回復した。 MP の最大値が10アップ。 TP が50回復。 TP の最大値が10アップ。すごっ。さすがの天使のドローンだわ、これ。いやー、すごい楽しいそっかー、次行こう。天使のドローン1機目で、和食か中華なんですが、さあさあさあ、和食来て、来た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 。さあ、どっち選ぶ、和食カブハチ。さあ、来ました。これを見たのかな、実況中に。はい、来た。料理人カブハチが作った幻の懐石料理が出来上がったようだな。いや、素晴らしいよ、さすがグルメパレス。さてさて、自慢の一品、ゆきちゃん食べて。ではゆき、思う存分幻の懐石料理を食したまえ。ゆきは幻の懐石料理を少しだけ食べた。あら、この程度でしたら私でも作れますわよ無理だから、無理だよ。食べた料理のおかげでユキの HP の最大値が2アップした。 MP の最大値が2アップ。 TP の最大値が2アップ。素早さが2アップ。運が3アップ。炎の力が6、氷の力が6アップ。風の力が6アップ。雷の力が6アップ。闇の力が6アップ。背の力が6アップ。地の力が6アップ。呪いの力が6アップ。回復の力が6アップ。補助の力が6アップ。すごい相変わらずすごい。いや、上がる上がる。やっぱ闇とこう呪いがガンって上がるのはやっぱこれなのかね。いや、すごいわ。さあさあさあ、最後の天使のドローンはお尻に料理してもらいましょう。出てきて。来た。よしよしよし。どっち選ぶ？ガースコフ。
ピエトロってめっちゃ見てるよね、このお尻。わざわざここ首キュッてやって。気になるわな、それは。さて、天使のドローンの失敗料理。これはこれですごい気になるんだけど。ほー。料理人ガスコフが作った秘伝のスープが出来上がったようだな。秘伝のスープ、美味しそうだけどね。でもなかなかいないんじゃない？この天使のドローンをさ、わざわざ持ってきて失敗させるっていう人はね、なかなかいないと思う。ちょっとこれ見たいです、すごい。さあ、食べて、ゆきちゃん。ゆきはもう存分秘伝のスープを食したまえ。ゆきは秘伝のスープを少しだけ食べた。パク。あら、これ美味しいですわ。どうやって作るのかしら。え、ハズレなし、もしかして。食べた料理のおかげでユキの HP が8回復した。 MP が8回復した。 TP が8回復した。攻撃力が3アップした。防御力が1アップした。あ、ハズレなしだ、これ。マジか。マジで。失敗料理ないんだ、これ。すごすぎる、天使のドローン。マジで。でも多分これと、もしかしたらまた次持ってくるやつがって感じなのかな。全部のモンスター必ずね、失敗はするのかと思ってたんだけど、そういうわけじゃないのか。美味しいって言ってたしね、ゆきちゃん。まあ、確かに上がり幅的には大したことなかったけどね。すごいな、これ。いい食材ってことか。まあ食べてるかわかんないけどね。さあさあさあ、あー、いいね、いいね、いいね。なんて神々しいんだ。なんかこう、こんな檻じゃなくて、こうね、もっと開放感のある草原とかに放ちたいね。これは檻じゃなくて、こう家を建ててあげなきゃ。モンスターのために家を、ママのために海を。プールでいいか、ママは。いや、すごいなー。いやー、かわいいし、すごいし。じゃあちょっと次も持ってこよう。さて、過去のモンスター編、最後のモンスターですね。というか、このグルメパレスを食いつくせーの最後のモンスターです。というか、もうこれで実況がおしまいです。悲しいよ。というわけで、最後のモンスターはこいつです。ご存知の通り、マザードローンです。めっちゃでかい。ね、天使のドローンがああいう結果だったから、マザードローンもね、どうなるかちょっと期待してしまうんですが、さあ、オーナーさん、これもらってくださいよ。いや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 、ねえ、我が料理人たちすごかったよ。しみじみ。そのモンスターをくれ。いや、くれないか、どうだ。 いや、どうです。というわけで、マザードローン3匹です。おー、すごい。もうすごい。さあさあさあ、じゃあマザードローンはですね、洋食、中華、和食ですね、順番は。来い。あ、洋食来ないな。中華で行こうか。ガスコフ、そうしよう。どっち選ぶ？ガスコフ、お尻。最後だ、これも。いや、本当にいいお尻を見せてもらったな、たくさん。実況中からね、この負けでも。ありがとうね。いいね。さあ、また外れがないんじゃないかって思われるよね。さあ、普通の料理。
あれあれれれれここできたか、このシリーズ。料理人ガスコフが作った昨日のトムヤムくんが出来上がったようだな。今作ってたのよ。今作ってたの何なんだよ。明日の分か。明日の分作ってたのか。昨日のシリーズが何これ。というわけでね、もう最後なのでピエトロに食べてもらおうかなと思います。いや、ピエトロよ、もう存分昨日のトムヤムくんを食したまえ。ごめん、いきなり昨日のでごめん。目の前でいっぱいね、両兵がね、美味しそうなの食べてたと思うんだけど、ピエトロが食べるのは昨日のやつですね。はい、ピエトロは昨日のトムヤムくんをゆっくり食べた。むしゃむしゃ。お、美味しい。あ、美味しいだ。食べた料理のおかげでピエトロの MP が30回復した。 MP の最大値が3アップ、素早さが2アップ、魔力が1アップ、炎の力が3アップ、氷の力が3アップ、風の力が3アップ、雷の力が6アップ。おお、なぜ雷だけ。謎謎。いやー、いいねいいねいいね。さあ次いきましょう。もう何でもいいね、じゃあね。さてさて、秒速か和速でお願いします。おー、来た来た来た。ちょうどいいね、秒速で一番いいやつですね。どっち選ぶ。最後の政治。政治が使ったモムエッグも全部で30個ですね。これで使ったね。いや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 、楽しかったよ、セイジ。ありがとね、今まで。そう、セイジとボムエッグが。ありがとう。ちょうどできたかな。さあ、マザードランの最高の料理なんですか。おお、よりにセイジが作った旬のクリーム煮が出来上がったよな。もう、まあ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 、もういいんじゃないですかね。さあ、ピエトロ食べて。いや、ピエトロよ、もう存分旬のクリーム煮を食したまえ。ピエトロは旬のクリーム煮をゆっくり食べた。むしゃむしゃ。お、美味しい。あ、これも美味しい。食べた料理のおかげでピエトロの HP が30回復、 HP の最大値が3アップ、 MP が30回復、MP の最大値が3アップ、炎の力が6アップ、氷の力が6アップ、風の力が6アップ、雷の力が6アップ、背の力が6アップ、回復の力が6アップ。おー、さすが、まあ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 、いいね。まあ、いいね、なんかこの昨日のからこう旬に変わる感じね。さて、これ最後の料理か。最後のモンスター受け取ってください。というわけで、まさかの最後の料理人がね、カブハチなんですが。出てくるかな。できた。カブハチなんだけども、さあ、どっち選ぶ。カブハチなんだけどカットすると思う。最後の料理できました。マザドローンの失敗料理。失敗になるのかな、これ。どうなんだろうか。うん、あれ。料理人カブハチが作った今週の釜飯が出来上がったようだな。今週ってどういうことですか。一週間同じなんすか。なんかすごいな、これ。旬と昨日と今週。こういうシリーズなのか。さて、今週のね、釜飯だそうですよ、ピエトロさん。食べてください。じゃあ、ピエトロよ、もう存分今週の釜飯を食したまえ。ピエトロは今週の釜飯をゆっくり食べた。むしゃむしゃ。え、まずい。あ、これ失敗かな。あ、失敗だ。食べた料理のせいで、ピエトロの HP が5下がってしまった。TP が5下がってしまった。炎の力が6ダウン。あれでね。さてさて、もう最後だよ、オーナーさん。そう、これに懲りずにモンスター捕まえてくるけど、お詫びのアイテムはもらえるんですか。あ、くれるくれる。お詫びの印に君にこれ与えよう。何くれますか。ティアソード。おー、
すごいじゃん。これは奮発した最後の最後にオーナーさんが奮発したな。そうか、今までこれのために貯めててくれたのかな、もしかしてね、お金をティアソードか。さて、じゃあこっち見よう。でかいよな絶対あやばいやばい狭これやばいなこれ一緒に檻になんか入ったらちょっと気持ちよさそうだけど、これやばい、トトのレベルじゃんトトロトトロでっかやっぱ泥でヌメヌメしてんのかな、どうなんだろうね。ヌメヌメしてたら嫌だけど、フサフサしてたら入りたいんだけどでっかすごいな。いや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 、いいね、このこんな感じね。うん、というわけでこれでグルメパレスを食い尽くせ感じた。おまけは全部これで終了になります。おまけ自体もね、こう声入りのやつ、声入り実況のやつは、まあ、もうこれで最後です。ポポローグで喋るのはこれで最後になります。うん、本当に楽しかった。本当はね、このおまけ動画はね、あの一パートだったんですよね、予定は30分だけで、気になってるモンスターとかちょちょちょってやって終わりにしようと思ってたんですけど、まあ、やり始めたらハマってしまってね、こんなになっちゃったこんな長くなっちゃった。でもここまでね、もうやりきった感じですかね。もう文字通り気になってることとか、その天空城のやつだったりとか、この過去のモンスターだったりとか、すごいね気になっていたので、今回本当にやり尽くせて、もうね心残りないです、ポポローグマジで。うん、これで心置きなく次の作品に行けるかなと思うので、本当にね、長い間ですが、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。